こんにちは。昨日私のブログを見た人いるかわかんないですけど、ちょっとね、画力についてみたいなのを書いたの、なんかちょっと結論がすごい中途半端だったなと思って、絵が上手い下手はね、関係ないんだよっていうことを言いたかったんですけど、そうそう、昨日私美容院に行って、美容師さんに美術館とかで、なんでこんなのがっていうのが飾られてたりするのは、あれは何なんだみたいな話になって それから画力って やっとリアルタイムで参加できた やったー けどちょっと今日短いかもしれない そうそう、で画力って何なんだろうみたいな風にちょっと考えてしまってですね、まあとは言ってもね、皆さんあれですよね、ゼンタングル、私ちょっとゼンタングルのことに関してしか言えないですけど、上手くなりたいみたいな、訓練ね、これ訓練を今日ちょっと、絵は上手くならないけど、ゼンタングルが綺麗に見える、まず丸ね、 S と C と O と、これが一応描ければゼンタングルは描けるんで、丸もこれも訓練ですよね、丸くこのね、これもいっぱい描く。でも歪んじゃっても別に私はいいと思うんだけど、こういう丸にしない、ちゃんとつなげる、きっちり、もうちょっと歪んじゃってもいいけど、とにかくつなげる ってやると、全タングルは綺麗に見えると思います、ね、あ、そう、今日そうだ、フルムーンだから、なんだっけな、今日のジャンタングルテーマがムーン、フルムーンだっけ、訓練、その通りです そうそう、訓練、まだもちろんね、感性とかね、いろいろ言う方いると思うんですけど、ジャンタングルも字と一緒で、漢字を上手に書くのと一緒で訓練なんですよね。で次はじゃあ今「お」を書いたから「愛」、これもまっすぐな線を引く、これもなんか自分で本当にまっすぐな線が引きやすいのはどの方向なのかなみたいなのってありますよね。こう、それ自分で探ってまっすぐに線が引ける 吉野先生が見てる 緊張、そうです、吉野先生はすごい甲斐先生上手だからさ、画力があるからさね、こう画力っていうか、全タングルは綺麗に見えるのに、でこのホリバーもこう途中でこうやめたりしないで、もうきっちりここにピタッくっつける、もうこれだけでちょっと曲がっても大丈夫ね。できない人はゆっくり書く。ちょっと私フルムーンが全然アイデアがなくて、丸のストリングだけなんですけど、でなんか平行線もこう、まあ、練習すればね、こう平行線って書けるんですけど、どうしてもね、こうちょっと曲がっちゃうとか、曲がっちゃう、こうなっちゃう、やっぱりね、これ練習、手をちゃんとこう均等に動かす練習っていうか、自分が思うような方向に動かす、こうきっちりつけるだけね、丁寧に。で S ね、 S がね結構一番難しいかもしれないんですけど、あとぐるぐるかな、ぐるぐるもこういうふうにね、うまくぐるぐるできない、同じ幅でぐるぐるする、これだけでもねすごい訓練になりますよね。で S、 じゃあ今日はこれで S はこれを S にする練習してみましょうか、こうやってね、 S、これでもすごい練習になると思いますよ。もう今日ちょっと今日もなんか何もすごいことは起こらないけど、訓練動画ちょっと大きくなってきちゃったけど、もう気にしない、綺麗な曲線が描ければそれでよしね、 S、 ちょっと難しいです。じゃあこっから、こんな単語ありましたね、アイビックスだっけ、イビックスだっけ、
均等にぐるぐるする練習。なかなかね、自分の思った方向に線を引くのって難しいんだけど、できっちりやっぱりこういうなんかのなんこうやって書いてなんとなく始めないで、きっちりねちゃんとこうくっつけて書くっていうのをやると、すごく丁寧にな全体グルに見える気がしませんか？ね、例えば私なんか人物とか書くのすごい得意じゃなくてあんまりうまくないんですけど、動物とかは好きですね。でもそれ書くとすごいやっぱ間違いが生まれてきてしまって、まあ、全体語はその抽象的なものしか書かないっていうのはそこもやっぱりあるのかなって、うん、確かになんか間違いがないパターンだから、せっかくね間違いがないから、ね、画力を上げるには本当のね絵の画力を上げるんだったら本当デッサンしてしまくるのが一番いいんですけど、ゼンタングルに関しては本当にこういう丁寧に線を引く練習、こうやってちゃんと何て言うんだったっけ、これ離陸して着地するみたいなのね、間違いがないって本当素晴らしいですよね。そうなんですよ。でも間違い、それ例えばね本当に鳥書きましょうとか猫書きましょうっていうと間違いが出てきちゃうんでね、具体的なものを書かないっていうのは、私の真似して全然こんなの真似しても面白くないかもしれないけど、ぜひこの曲線の練習で、たとえ自分がこううまくなんかこうあなんか曲がっちゃったどうしようってなっても諦めない、もうこの間違ったところをきれいにやっていくっていうね、諦めないね、そのぐるぐる回します。そうあっ、陽子さんもこのグロウシードさんもすごい綺麗なの書くから私恥ずかしいんだけど、今しかも吉野海先生を見てるかもしれない何やってるんだろう誰向けとにかくそう訓練、訓練って言ったら本当は全タングルは訓練はいらないってね、マリアさんは言ってるんだけど、もっとそうもっと綺麗に書きたいっていう場合はやっぱりある程度、毎日とは言わずとも何かメモしたりする横にこのぐるぐる書く練習、丁寧に。嬉しいです、嬉しいです、いや本当素晴らしいですよ、もう感動しちゃう、私が教えてもらった方がいいんじゃないかっていうそうっていうのと、なんかあと絵が上手い人の定義って何なんだろうと思って今日調べたら、なんかいろんなこと書いてる人がいて、一番面白かったのがまず絵が上手い人は量を書く量が半端ない、なるほど、確かに上手い人は毎日書いてるな、あと人に褒められなくても関係なく書く、あと人にけなされても気にしない確かに心が強くないと絵は描けない、あ、書くのが楽しくて書き続けていたら今の状態まで書けるようになりました、そうなんですよ。でなんかそのちょっと誰のホームページか忘れたんですけど、上手い人の特徴みたいなので、何だったかな、あ、絵が上手くなることが目的で描いてる人はなかなか上手くならないんですって。でも絵が描くのが好きで描いてる人は絵が上手くなる、なるほどと思って、私今日すごいいいこと言ってるでしょそうなんですよ。だからこのね、こんな丸なんか書いて何になるんだと思わずにね、丸を自分の理想の丸をね書くように。
今私めっちゃゼンタングルって感じ。そう、今日はねちょっとあれですよ、ゼンタングルのなんだろう、訓練訓練じゃないな、そう画力の話ね、のちょっとなんか昨日の記事があんまりにもなんかちょっと自分的に中途半端だったなと思ったので、ちょっとなんていうか、なんていうんだったっけそういうの保証日本語出てこない、なんていうんだっけそういうの、ゼンタングルがどうやったら綺麗に見えるかっていうこと、なんか単純なことを丁寧にやる、まっすぐな線はまっすぐだけど、まっすぐ引けなくてもいいんです、まっすぐ引けなくても丁寧にここピッチッとここくっつけるっていうのを一個一個丁寧にやっていけばね、なんとなく綺麗になりますから。 S が一番難しいかなって思いますけど、こうね、 S、 S、 S を描く、ヨボヨボしても、たまにヨボヨボしてもというわけでね、ちょっとそろそろ息子が帰ってくるので今日はこれにて、明日できないかな、ちょっとわかんないですけど、あのシェーディングのねやり方とかもちょっと丁寧にできたらいいなと思います。すみません、さっき途中で終わっちゃったから、あと10分だけやります。うるさいな、はい、ありがとう。え、次ね、シェーディングなんですけど、シェーディングも丁寧にやることで綺麗に見えるんですけど、例えばこのホリバーなんかはこうやってやりますよね、なんですけど、その時に必ずこの尖った方をこの線に沿わせてからシェーディングする、このちょっとしたことで綺麗に見えますね、まあ、鉛筆でちょっと立てて縦気味でやればまあできなくはないですけど、ちょっとむ難しいと私は思うんですけど、で擦筆で鉛筆の粉を引っ張るような感じで伸ばすと、ね、ちょっとしたことでです。そうだから上手くなろうとかじゃなくてそう、うまくなろうとかじゃなくて、その楽しい書くことがうまくなることがゴールじゃなくて、書くことが目的になると上達は早くなるということでした。丁寧にゆっくりやってくださいね、影も丁寧に、というね、ちょっと地味な動画になっちゃいましたけど
あとこの丸いものの影なんていうのはちょっとしたテクニックはやっぱりさす、これはデッサンの影をつけるのと似てるんですけど、ゼンタングルに関してはまあどうだろう、こんな感じでつける。ゼンタングルのね本部のファミリーはこんな風につけてますよね。これなんかちょっと立体的な感じに見えるっていう、でもまあ決まりはないので、これも一つ一つやっぱ丁寧にやっていくことで綺麗に見えますね、うん。ね、ちょっとパールみたいな感じになります。はい、そんな感じです。ではこれも保存しておくのでね、またやってみてください。ではさようなら。